Salut à tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, épisode 227. Sur ce, bon visionnage! こんにちは。元気にしてた？今日はどうしてここに？あ、先に言っておくけど、天空のライアーは貸せないからね。どうやら現実はバレてないみたいだな。オイラたちは情報収集に来たんだ。最古の幸運期って聞いたことあるか？幸運期？さあ、何に使うもの？やっぱり知らないか。じゃあ質問を変えよう。教会は過去に七天神像をなくしたことはあるか？え？あなたたち歴史について聞きに来たの？すごく意外。とっても昔のことだから、そのことについて話す人はもうほとんどいないんだけど。遠い昔、確かにとある七天神像が一夜にして消失したことがあるの。それも何の痕跡も残さずにね。当時教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。後にこの怪奇事件は失われた七天神像って呼ばれるようになったの。やっぱり。やっぱり？ああ、なんでもない。他に何かあるか？その、変わった出来事とか。バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。バーバラの安全のために。変わった出来事？教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨とかかな。でも時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも。ボー君の遺恨？その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。あの時はすごく危険だったんだって。誰かがそこに近づくと天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。天から火の玉？それは怖いな。当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、ボー君の遺恨と呼ぶようになったの。その奇妙な現象が1年続いたんだけど、解決できなくて結局時間が経ったら自然と消失したんだって。うん、後になって教会もボー君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるの。だって竜巻の魔人は火の玉を吹けないもの。あの災いはおそらく他に原因があったんだと思う。けど、このことは多分、失われた心臓と関係ないかな。他の変わった出来事については、私も知らないよ。わかった！ありがとう！ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわね。あ、ロサリアさん、こんにちは。騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たちがまた現れたの。あの魔物たち？風魔竜の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。それってアビス教団のことじゃないか？あいつらが現れたのか？ええ、すでに放浪寮に集まってるわ。狼たちもピリピリしてる。もしかしたらアビス教団は
ボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。目的に関しては私もわからないけど、ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。じゃあ私も行く。君は教会に残りなさい。ジン団長からのお達しよ。聖職者としての本職を忘れないように。でもあなただって聖職者でしょ。おう、オイラたちもジン団長の手助けに行くぞ。わかった、栄誉騎士がそこまで言うなら。でもお願いだから気をつけてね。風神の加護があなたたちの安全を守らんこと。面白い。教会に報告しよう。なるほど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心情と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ。まさかトワリンの時みたいなことを。もう災いは起きてほしくないぞ。いや、それはない。鎮圧されたオセルとは違って、魔人アンドリアスはとっくに死んでいる。今放浪寮を守っているのはただの残魂だ。アビスの使徒がその残魂を標的にしたのは、風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれない。
油断するな。行くぞ。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。実に強弾らしい。おう、行こう。俺はここにいよう。おい、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだ。そのような行為を認めるつもりはない。無論話す気もない。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。俺にはできない。神は当てにならない。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、神に対していつどんな時でも警戒を怠るな。奴らを信じきるな。そして簒奪や強行の道にも落ちるな。たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても。神を信じるなとか、強行の道に落ちるなとか、矛盾した考え方だよな。結局ダインは七神をに過去の教訓だ。最後に事実を一つ教えてやろう。え？なんだ？カーンルイヤは神によって滅ぼされた国。そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ。話はここまでだ。今は優先すべきことがある。俺は残りのアビス教団を片付ける。貴様も手っ取り早く終わらせろ。ことが終わったら放浪寮の入り口で合流だ。おお、いちゃ本当におかしな人だな。おお、お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんな。リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたし。まあお前も大変だな。栄誉騎士
パイモン、どうしてここに？ああ、ジン団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団が放浪寮を囲い始めている。私も兵を向かわせているところだ。そして放浪寮を偵察していたところ、君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかしアビス教団とボレアスに一体どんな関係が？単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか。ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ。風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに一理ある。とにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか。魔人の残魂、めったにお目にかかれないが、君はそれに会ったことがあると聞いた。君が適任だと私は思う。うん、気をつけてくれ。後のことは任せた。セピロスの栄誉騎士。信できます。みんなを守るからね。
元気出してよ。ミュージック。ここはお前を歓迎しない。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元にも及ばぬ。我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう。過去のようにな。それことを。何の景色だ。苦しそうだぞ。トワリンの時と同じ腐食か。狼は屈しない。でもこれ以上は。何度やろうと無駄なあがきだ。消えるんだ。
がれ。行くぞ。やトン。さあ死ね。くらえ。燃えよ。よっ。はあ。終焉の神明。やっ。燃え。はあ。アビスの潮なり。やっ。みんなを守るからね。止められない。万物を滅ぼせ。はっ。終焉の審判。属性を断ち切れ。バーバラ、行くよ。狂乱の波は満ちた。ミュージックステ絶滅の残響。真の伴奏の頂点へ。消えるんだ。属性を断ち切れ。万物を滅ぼせ。風と共に去れ。はっ。万物を滅ぼせ。急ごう。そこだ。絶滅の残響な万象の頂点へと。はっ。くらえ。終焉の審判。行くぞ。や、下がれ。よっ、ほれ。はっ。くらえ。属性を断ち切れ。ブーン。狂乱の波は満ちた。立炎イン。絶滅の残響。そこだ。万物を滅ぼせ。急ごう。トン。行くぞ。や。終焉の審判。ほれ。よっ、下がれ。絶滅の残響、真の伴奏の頂点へと。ミュージック、ちょ、風神、真の伴奏の頂点へと。はっ。風神審判。せ、万物を滅ぼせ。急ごう。くらえ。あ、えあ、ブーン。狂乱の波は満ちた。くらえ。行くぞ。トン。誤算だったか。みんな、狂乱の波は満ちた。はっ、真の伴奏の頂点へと。風
よっ、属性を断ち切れ。終焉の審判。せっ、消えるんだ。絶滅の斬首。真の万象の頂点へと。元気出してよ。狂乱の波は満ちた。封じん。はっ。属性を断ち切れ。万物を滅ぼせ。儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと何の影響もない。ありがとう。いいところに来た。こんな無様な姿を人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒、我も甘く見られたものだ。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、掟守らない。俺も罠に気づかなかった。それってアビス教団は試練を利用して王老を呼び覚まし腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂いたどってここに。いや、オイラたちは話を聞いてここに来たんだ。鼻はそんなに良くないからな。助けに来たついでに質問させてくれ。そのこちらの魔人殿は最古の幸運鬼を知ってるか。我は人間の造物などに興味はない。故に幸運鬼なるものは知らないが、印象あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能はなく、ただ戦闘と殺戮のためだけに作られたものだ。我の攻撃で損傷し、倒れる前にこの試練場を離れたがな。この感じだと最古の幸運鬼の可能性もなくはないぞ。ああ、回転と跳躍、そして火の玉を放つ力は魔人には及ばないが、神の目を持つ者より上だ。火の玉？なんか最近どこかで聞いたような。とにかくこれって最古の幸運鬼はモンドに来たことがあるってことだよな。しかも最古の実力は他の量産型の遺跡守衛よりもだいぶ強いものみたいだ。でもこの話によると狼の試練で損傷してるみたいだな。役に立った。
ちは重要なことを調べに行くぞ。アビスの使徒が離れたとはいえ、教団の攻撃はまだ止んでないから、お前たちも気をつけろよ。もっと危険な匂いある。お前たちも気をつけろ。すごい情報が手に入ったな。早くダインに知らせよう。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.